かわいそうな民のいたずらって感じだっけ。手伝ってくれるの？ありがとう。いつ見ても鮮やかよね。薪割りの仕事ならさ、いつでもあるからね。私からの口を探すつもりだ。まだ諦めてなかったんだ。嫌なやつ。お国には帰らないの？国にはまだ帰れん。ねえ、小難しいこと考えないでさ、日が昇れば汗して働いて、日が沈めば家に帰って寝る。人生ってもんはそういう毎日の繰り返しでいいと思う。それ以上でも以下でもないんじゃないかな。仕事より大事なものはたくさんあるわよ。